アンナ・チチェロワは、ロシアの陸上競技選手。2012年ロンドンオリンピックの金メダリストである。アルメニア共和国エレバン出身。チチェロワは、ソータ高トびの選手として、ジュニアの時代から活躍し、1999年の世界ユース選手権では1メートル89で優勝した。翌年の世界ジュニア選手権では1メートル85で4位となった。 さらに2001年のヨーロッパジュニア選手権では1メートル9 0で2位となっている。2003年の世界室内選手権ではシニアとなって初めてメダルを獲得した。この時は1メートル9 9でスウェーデンのカイサ、ベリークイスト、ロシアのエレーナ・エレシナに次いで銅メダルを獲得した。だが、同年夏の世界選手権では6位とメダルに手が届かず、 また翌年のアテネオリンピックでも1ル9 6で6位入賞を果たすにとどまった。2005年ヨーロッパ室内選手権で優勝したもののヘルシンキで開催された世界選手権では3位のスウェーデンのエンマグリーンと同じ1ル9 6をクリアしながら4位となりメダルに手が届かなかった。チチェロアは2006年地元ロシアのモスクワで 開催された世界室内選手権に出場を予定していたが、怪我のため出場を辞退した。同年夏のヨーロッパ選手権でも十分に回復しておらず7位に終わった。しかし2007年には怪我から回復し、大阪の世界選手権では2メートル03の自己ベストでブラシッチに次いで銀メダルを獲得した。2008年は2度目のオリンピックとなる北京オリンピックに出場。 シチェロワを含め2メートルクリアした選手が4人とハイレベルな戦いとなる中、2メートル03の事故、ベストタイをクリア。2メートル05は3回とも失敗したものの、ベルギーのティアイルボー、クロアチアのブラシッチに次いで銅メダルを獲得した。2008年に結婚し2010年は、子供の妊娠、出産のため、大会には一切出場しなかった。2011年、 テグで開催された世界選手権では 2m03 をクリアし、ブラシッチの記録を上回って金メダルを獲得した。2012年、ロンドンオリンピックでは 2m05cm を飛び金メダルを獲得。2013年、モスクワで開催された世界選手権では 1m97cm を飛び、銅メダルを獲得。この大会では、 ライバルのブラシッチが欠場していた。2015年、北京で開催された世界選手権では2メートル01センチメートルをクリアしたが、わずかな試技数の差で、ロシアの新星、マリア・クチナとブラシッチに敗れ、銅メダルだった。2016年にドーピング違反が発覚し、国際陸上競技連盟より資格停止処分。10月6日、 北京オリンピックにおけるドーピング検査検体の再検査で禁止薬物ドゥリナボールが検出されたため、同大会で獲得した銅メダルの剥奪が決定。ありがとうございます。